安政さんは、祇園祭りの先祭りに巡行する柿山の一つ。山鉾町は、京都市下京区、高辻東,東道院上がる道路町。山鉾としては最東端、最南端に位置しており、他の山鉾町とも離れている。洋曲、花盗人に歌われた、平井安政と泉式部の恋にまつわる説話に、取材しており、古くは、花盗人山の名で呼ばれた。宮中で、 いず式部を見染めて、恋文を送り続ける安政に対し、泉式部が死神殿に咲く勾配を一し折ってきて、欲しいと難題を課す。安政は野員に乗じて代理に忍び込み、警護の武士に矢を追いかけられながらも、勾配一しを持ち帰り、書紋に応えた。その後、安政は、泉式部と結ばれた、というのがその説話である。山の古事にちなみ、宵山では、 縁結びのお守りが授与される。ご神体は、平井康政の人形で、日落しの鎧に太刀をつけ、勾配を捧げる姿をしている。ご神体の頭部は、明王九年に遡るという。銅は、完成年間に町内に住んでいた、彫刻師の伊佐ムユの手になる。鎧は、明智十二郎、光喜びが着用したものと伝えられる。 応仁の乱以前から巡行に参加していたと記録される古い山鉾である。花盗人山という古障が安政山に置き換わったのは明治初年とされるが、吉海直夫とは、擬音語了解再帰還と、その像保番での名称の違いから、その頃に遡るとしている。1963年に、 柿山としては初めて車輪をつけた。建装品の多くが刺繍であり、刺繍日の楽しめる山とされる。前剣と両道剣は丸山王居の死体三点を刺繍にしたもの。中国古典を題材とした祖母木用図と巨霊人工図、長剣法王図である。前剣、道剣は近年新調された。水引きは秋代の漢服を仕立て物とされる。 雲流派と思うように、鳳凰鶴虎を廃し、孔雀の羽を縫い込んだ刺繍である。背面。未宗は、樹勢図綴れ二式。未宗は、福禄樹とべざ天にカにコたちを廃した、樹勢図綴れ二式。完成十年に、日本で製作された綴れ二式。丸山王居による前剣、同剣の主体は、2010年に、祇園会、安政山崎剣道剣下体として、 京都市の文化財に指定された。元の前県、道県の裏地には牧書があり、町内の松屋、右近活動兄弟が協力して、平社地に刺繍して、安永2年に完成させたことが記されている。このことから、王居が死体を描いたのもその頃、40代の炎熟期の作品と判明する。刺繍を作成するための死体とした描かれたものではあるが、 描写は聖地であり、丁寧に単絵が施されている。有名絵師による山ぼこの装飾品としては最初期のものとされる。下絵は屏風に仕立てられており、会書飾りで公開される。下絵を制作した当時の文書類は残っておらず、祖父、長剣、巨礼人が描かれているというのは、町の伝承によっている。仙人を描いた軍船図の要素が多く見られ、 祖父や長剣といった歴史上の人物を描いたことについては疑問があるともされる。1875年に町が京都府に提出した文書には羊にソタケキズ、祖竹行き白鳳王に、長剣の図、虎巨霊人の図とある。ただしその後いずれかの段階で同剣の人物と霊獣の組み合わせが取り違えられ、2018年の段階では長らく長剣に取らず、 巨霊人に法王図と説明されていた。京都市による文化財指定の調査段階で、主題について再検討が行われた結果、明治期の記録との間で人物と霊獣の組み合わせが食い違っていることが判明したが、一方で、長剣は浮木に乗って、黄河を遡り、天の川に至ったという伝説に沿った絵であることも確認された。 同県の人物と霊獣の組み合わせについて、町では2018年より説明を変更している。なお、前県の主題について、千人の起発平と見る説もあるが、王居が描いた他の起発平の絵と表現が異なっており、伝承を積極的に訂正する材料もないという。ありがとうございます。